2023年3月17日、5チャンネルにこんなスレが立った。反出生主義、どんどん増え始める。最近よく聞きますね。早速スレを見ていこう。やっぱり反出生主義こそ正義だったんだね。最近の若者はみんな賢いわ。正義やない真理や。生まれるということがどれだけひどいことなのか、よくわかってる。どういうこと？何がわかんないの？答えるよ。生まれないと喜びも感じられないんやぞ。じゃあなんで減るんですかね？出生率と反出生主義とやらの因果関係はないやろ。あるけど。出せないならないのと同じだよ。そこまで言うなら、まず君が喜びを提出して。万歳、オラさっさと晴れやぐずが。でも書いてる君真顔じゃん、全然嬉しそうじゃない。やっと世界が追いついたのか。感覚的にしか生きられん虫みたいな奴ら。そして悲しみも絶望も感じなくて済む。陰キャっていつもバイアスかかってるよな。被害妄想のくせに世の中や物事がいつでも自分の都合通りに行ってほしい山ちゃんなだけなのに。はい、自己紹介を。生まれるとはつまり悲しみ。若者は若いながらもそれを鋭く感じ取っているんだね。むしろ若い頃の方が感受性高い分しんどい気がする。おっさんになったらあらかじめ心を殺しておいて喜びも悲しみも、ね、退ける技術も身につくし。私は怪になりたいってのもある意味では自分だけで完結する反出生主義なのかも。自ら淘汰されたがるやつだらけ。ワイは糖質なったから絶対子供作らんし、そもそも女おらんから無敵やね。余計な遺伝子残さず負の連鎖たち切ろうってんだから、むしろ補助金もらいたいくらいだね。この国に産むとかもはや虐待だしね。生まれるとはつまり苦しみ。生きることは苦しいことばかり。最初から生まれなければそんな苦しみを味わうことはなかったんだよね。じゃあなんで死なないの？どうせ死からは逃れられないんだし、自殺よりも苦痛を伴った死に方するかもしれないんだし、早めに死んだ方がいいよね。死ぬことは苦しいから、だからこれ以上負の連鎖を生まないよう子供を作らない、という考えが反出生主義。少し難しいかな？反出生主義は正しい。これがわかる人は知能高い人が多い。出生主義がブチ切れるから正論はやめろ。猿がちょっと知恵つけたくらいのくせに高等な存在やと思ってるバカが増えたという証拠。なんで反出生主義者ってアフリカとかで布教しないの？まともな知能してたら反出生主義になるけど、バカは何も考えれんから理解できないぞ。放置してたらそのバカがどんどん増えるんやけど、日本はもう十分広まったから、はよアフリカ行って反出生主義布教してきてくれや。アフリカドニンは核でも落ちなきゃ滅ばんよ。だって低知能だもん、発展途上国のみがあって。さっきも立ってたけど、結局幸不幸の定義もできんちんぽこ頭しかおらん。何が主義やねん。定義するもんやないやろ。不幸やと思ったら不幸や。じゃあ幸運を司る脳の部くらいに電極つけて電気流して幸せと思わせ続けられるなら幸せってことでいいな。電気流されて死ぬまで寝てるけど。全人類それなら産んでもええやないか。つまりこの状態を幸福と定義するんやな。それは揺るがない全人類の心理として納得してもらえたら反出生主義は成立するかもな。酸っぱいぶどうやぞ。さすがに無理がある。まだ生まれてない人間が人生はクソって言ってるわけじゃないんだから。自分は子供産まんとこ。でも人には強要しないよって考え方には名前ついてないの？反出生主義はいくらなんでも現実味がなさすぎると思うんだ。他の奴が産んでたら反出生主義は実現しない。だから現実味ないって話や。セスと食うもんの快楽しか楽しみないし、しかも一瞬で終わる快楽だし、残るのは苦痛だけだし。搾取する側の連中ならともかく、される側の下級国民で子供欲しいと思える奴どうかしとるわ。ほんこれ、金持ちでもないのにガキ産む奴は全員落胎やわ。出生主義者が減ると俺の老後どうすんねん。反出生主義者は正しいと思うが、自分の部屋の角でブツブツ言うだけにしてほしいわ。自分の私利私欲のために子供を増やすのがおかしいって言ってんだよ。そうやって押し付けてきたのが今の現状。この苦痛は自らの世代で終わらせるべきだ。毒親批判と反出生主義は分けて考えたい。これは大事。リスクなんてたったこんだけやん。なんで子供咲くんないの？オスガキの場合は子同時犯罪者のリスクあり、メスガキの場合はパパ活性病ついフェミのリスクあり、両親からの遺伝要因多数あり、大学出すまでに2000万は必要。世間は基本的に子供嫌い。現代日本で背負うには重すぎて草。反出生主義はほんと論破が不可能な完璧な真理だよな。というよりも正しいのか正しくないのかの訴状に上がらんだけやろ。わいわい嫌な思いしとるからって出発点から人類みんなそうやねん、に繋がらないやん。原因が感覚的すぎて社会の中で共有できん。自分はしっかり人生の旨味を享受していながら他人には産むな産まれるなを強要する。君たちのは知性ではなくただのヘリクツだよ。優位なソースもろくに提示できない程度のね。自殺率を見てみろよ。ガキたちにもわかることがわかんねえよ。増えてるのは反出生主義よりただ人生積んだやつやん。それならなおさら終わってないか？反出生主義もピンキリすぎるだろ。自分の性質が遺伝したらかわいそうだからってやつから、すべての人間は産まないべきってやつまで。前者はただの優生主義だろ。人生が辛く感じる性質のやつは子供産むな、ってやつは？反出生主義者？
優生思想、反出生主義はどんなに金持ちで才能あって性格がいいやつでも生まれてくるべきでなかったという思想、小さくても苦痛を感じるなら生まれるべきじゃない、苦痛を感じない人生はないから生まれるべきじゃない。そうなん。反出生主義って人生において苦痛より喜びの方が多い保証がないから、そういう博打的な場に子供の意思を無視して産み落とすのがダメって考えやろ。例えば喜びの方が大きいであろう人生を確実に歩めるなら産むべき、そうでないなら産まないべきってのでも優生思想なん。それは優生思想やね。反出世主義の考え方はこの世に生まれることは不幸なことって前提があるからそもそもこの世に生まれて幸せが上回る人間はおらんねん。俺も昔は反出生主義だったがようやく人生が少し楽しいと思えるようになってきたわ。社交不安障害が軽くなったからかもしれん。お前が楽しくても子供も楽しいとは限らない。本当に楽しいならこんなところにわざわざレスしないから嘘だな。今のガキって年金払う額よりもらう額圧倒的に少ないからな。つまりこれ借金背負って人生スタートしてるってことやからな。その分給付金や出産手当や医療費無料やらいろいろもらいまくってるからまだマシ。一番悲惨なのは20年くらい前のガキ。自分が不幸だからって他人まで不幸だと思うなよ。逆もしかり。なら結局全人類繁殖反対にならんやないか。感覚的なものでない全人類共通の致命的な欠陥が差し迫っていない限りはどうやっても成立せんやん。やっぱ反出生と親ガチャ民は賢人なんか？なわけないやろ。単に恋愛市場の負け組が増えていってるだけやな。負け組同士でひっついて未来の負け組がまた苦しむって連鎖にならないだけマシ。お前が不幸なだけ定期。日本の現状が見えていないバカか？親ガチャ成功して人格も認められ何不自由なく育てられた人間が反出生主義と唱えてたら少しは認めてやるわ。実際反出生主義の第一人者とされるベネターって大学教授やしな。反出生主義者はいい加減反出生してみせてもらわないと、自分たち派出生者でありながら反出生を唱えるなんて、肉食いながらヴィーガンと言い張るようなもの、主義というからには主義者が主義を体現せねばなるまい。自殺って言いたいんだろうけどそれは反出生主義に対する批判としては意味がないで。自殺ではない、反出生である生まれないことの実現である。それはやってるんじゃないの大体、産まないことくらいは。違う、主義者自身が生まれないを実現しない限り意味がない。本人が産まないのではない。その場合反出生主義者であるのは生まれてこない人であって産まない人ではない。それ反出生主義者ではないやん。なんか名前つけたら？最初から反出生主義は主義ですらないと言ってる。言ってないやん。主義であるなら主義者がそれを体現してみせてもらわないと主義とは言えない。憎いながら最初、主義。が成り立たないように、出生しておいて反出生、主義、は成り立たない。そんなことはないやろ。Y は優生思想も混じっとるな。あれも正しい考えなことは Y みたいなのが生まれ決まったことが証明しとるにゃわ。わかる、優生主義も正しいで、弱者はガキを産むべきじゃない。8月に3人目できる Y。虐待で草生える。ようやっとる。日本の尻拭いをさせられる負け組が3匹っと。Y のおむつ交換する仕事。自分の人生がクソだから周りの足引っ張りたいだけじゃん。その比率が激増してんのが問題。まあネットに限るかのかもしれんが。お前らが憎んでる出生主義なんてそもそも存在しねえし、現実は快楽求めて摂取した末のただの産物やで。本当に存在しないならわざわざ存在しないと言わないからな。聞いてるんだな。それがエゴやねんな。摂取なんて自己責任だから当人同士で好きにしたらいいが生まれてくる子供には関係ない。この思想に染まってるのは負け組なんよ。勝ち組はヨット乗って女はべらせてパーチーしてるのに。人間の勝ち負けは回復会のみで決まるという考えに添えばほぼ同一な人種やけどな。正直80億人もいたら嫌気もさすわな。人増えれば楽になるだろってそれは違うしな。80億が生きられる社会を維持しないとダメだから。でも食い物が十分に供給されてる状況だと、人口は際限なく増えてくから。ほんと虫と変わらんよなもう。なんで先進国はみんな出生率下がってるのに人口は増え続けてるんや。遺伝子が悪いから産みたくないってのは反出生主義？それは優生思想やな。Y もこれと同じだわ。はい、なら Y は優生思想やわ。反出生主義なのに死なないのはおかしいっていうのは論理的思考力が足りてないな。簡単に死ねるなら苦しければさっと死ねば解決するんだから産んでもいいって考えになるだろ論理的に。論理的ちゃうやろ。生まれた時点で苦痛の総和が増えることが確定してるんだから産まない方がいいよね。生きてても苦痛の総和が増えることが確定してるんだから自殺した方がいいよね。苦痛の総和とかいう誰も重視してないもの出してお人形遊びしないで。結局こういう思想の人の遺伝子は淘汰されて、何が何でも産むような人が残って増え続けるから意味ないんよな。本当の反出生主義は他人にも反出生を強要するから。Y みたいな人って子供持ってもいい？地方国立大、身長165センチのチーグ、彼女歴なし発達書。会社でも賢くて優秀だけど見た目が劣ってたり異性とのコミュニケーションに難ある人が子孫を残さずに仕事だけに打ち込んでるけど本当に国の、
損失でしかない。学生時代の半グレモドキの友人や仕事より女遊びが第一な同僚がポンポン勢いで産んでるけど国の質が下がるわけやわ。そもそも女はガリベンチーグなんか眼中にないやん。国の損失なのはそうかもしれんが。そりゃ未だにごちゃんやってるような弱者男性には嫁も子供もできるわけないわな。まあ本当は家庭持ちたいのにモテない事故を正当化するために反出生主義を標榜するパターンもあるやろな。人生負け組が勝手に産むな増やすなって騒いでるのがこのスレ見てるとよくわかるわ。ネットじゃ PP は辛いけどリアルで顔出しして勝ち組陽キャの目の前で同じこと言ってみろよ。勝ち組は本気で幸せならもう勝手にしたらええわ。負け組で作ってる奴らの気が知れん。言ったらバチクソ嫌われてグループから縁切られたわ。負け犬のと覚えで草。反出生主義って要は妬みってこと？違うぞ。本当の反出生主義者は勝ち組だろうと子供を産むなというから。本当とか草。本物はあるぞ。本物を知らないと偽物は見分けがつかん。ただカオスになるだけや。ないよ。そいつらはただの負け犬ってだけ。そうではない。宇宙は最後は消えてなくなるんだから生命が存在してること自体が間違ってるくらいのレベル感の方が実際の反出生主義に近い。上級だからって幸せとは限らんからな。上級にも上級なりの苦労があるし自殺するやつ犯罪者落ちするやつもいる。安倍だって総理大臣になってなかったらあんな風に殺されることもなかっただろ。上級はそれ特有の悩みや苦しみでそいつが幸せとは限らない。下級はお察し、やっぱり生まれない方がマシやね。でも自分の子供が大谷翔平になるって分かってたら反出生主義のやつも産んじゃいそうだよな。は？大谷翔平もクソ不幸なんやが？人類は全員不幸なんやぞ。この世に生まれてきた時点で不幸よな皆等しく死の恐怖が来るのだよ。楽しいことが多けりゃ幸せという簡単なもんじゃない。苦労が多い人生はそれはそれで幸せよ。本当に幸せならいちいちそんなレスしないからな。かわいそうに。金ないから産んで育てる余裕ないって謎だよな。底辺ほど子供育てとかないと老後積むのに。教育に大卒やら塾やらが必要ない時代はお前の言う通りだった。だけど今は子育てが経済的にも精神的にも気軽にできるコンテンツではなくなってるしどんどん魅力が落ちた結果が今の少子化。社用産業まっしぐらの教育業界が集金ビジネスの温床でクソ原神得。私立半分にして県立教員の待遇改善しろよ。助成金で成り立ってる自分とかいうゴミ、こいつらが少子化の原因である事実。こいつらをなんとかできるだけの政治力や年金を改善するだけの実行力、統一教会につけ込まれないだけの防衛力が与党にあれば産んでもよかったんちゃうかな。わいは反出生は現実的にも無理やし捨てるべきやと思う。それよりも苦痛なく死ねるような世界にするべきや。安楽死システム都市後にどうのこうのいう価値観をすべて消すべきや。人類総安楽死でこの世を終わらせよう。終わらせる必要はない。生きたい人は生きてそうでない人は何の苦痛も感じずリタイアできるようにしたらええ。せやな。ゲームみたいに単純明快でええんや人生は。せや、やりたいやつだけやって合わんかったら売ればええ。問題は強制的にやらせるくせに簡単に売れないってところや。妻と一緒に生きて一緒に死ぬのが理想よな。妻がいない人は？妻見つけて一緒に死ぬんや。人口減って困るのって上級だけだろ。奴隷が減ったら取り分減るからな。人員不足によるサービス低下を一番に食らうのは下の層からやぞ。金持ちは金で今のサービスを維持するだけやわ。間違いなく今の赤ちゃん世代は大人になってくっそ苦労するよな。かわいそう。労働人口の奪い合いだからはるかに待遇上で、年金の負担とか言ってる奴は今の氷河期が切り捨てられるだけで結局敗北者よ。んなわけないやん。物が安く買えたり便利なサービス受けられるのは人が過剰な今だったからの話で、これからどんどん人減ってく上に介護問題やらで不便になっていく一方やで。不幸を減らすための反出生なのに他人の不幸を願うのはおかしくないか？これじゃ自分の人生をただ正当化したいだけと思われても仕方がないわな。せや、全くその通り。結局子供作れない自分を正当化するための理論だし。そうだよ、負け惜しみがひねくれて主義思想になっただけ。生まれた後の人が生まれてきてよかったかどうか決めるってのはその通りなんだが、そういう連中は生まれてきたくなかったって人がいた場合何の手も差し伸べずに唾吐いてみなかったことにするからな。そこがいかんのや。だったらご体操に反出生主義なんぞ言ってないで弱者支援を強化しようで済む話だ。するわけねえから子孫残さず消えた方がマシってなるんやわ。それは問題をずらしているだけだし解決にならん。わいら反出生主義の勝ちや。負けやろ。これどんな反論も聞かないから強い。弱いでしょ。反論どうぞ。聞いてて草。学歴社会にしたのが悪いわ。特に女なんか大学どころか高校も行く意味ないやろ。子供産んで育てるのが仕事なんやから。それは暴論やろさすがに。育休取ったら出世レース退場の今の世の中があかんだけや。亭主関白の親父見て育った老害が消えるまではどうしようもない。想像以上にこの国の滅亡早そうだから頑張って生きるで。俺は歴史の生き証人になる。あれ果て廃墟まみれになったわ国を眺めてみたい気持ちはあるな。国民総出で借金して豊かな暮らしを謳歌した愚かな国の末の姿や。貧乏すぎて子供を作りたいのに作れないのと、反出生主義は違うよね。そらそうやろ、高齢童貞も関係ないぞ。
てよ、街歩くと家族連ればかりなのはなんでや。猿や。街歩いてても小さい子供連れてる家族はガチで少ないと思う。無責任に子供を産んだ子持ち、と、子供を産まない選択をした子なし、ぶっちゃけ親として立派なのって後者だよな。確かに。ここにいる弱男なんて金と女があればすぐ転校するやろ。本物ではない。お前らの言い分には一理あるかもしれんが、生物の構造、本能、意義に反しててその上負け犬しか唱えない主義だから誰も聞く耳持たないよ。だって今の時代に生まれてくるのかわいそうやん。普通に考えて、上級は別だよ。好きに増やせばいい。人間関係こうなったら終わりやね。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。